はい、こんにちは、レトスの小野です。10月5日の3問に入っていきます。借地権者 B が契約の更新後に現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、地主 A の承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、 A は土地の賃貸借の解約の申し入れをすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。地主 A は土地の賃貸借の解約の申し入れをすることができます。更新後に地主に無断でかつ裁判所の許可なく再築した場合、地主は契約解除することができます。そしてこの場合、借地権者 B っていうのは建物買取請求することができないんですね。で、昨日の問題は当初の期間、つまり初めの契約期間の話なんですね。で、今日の問題は更新後の期間の話なんですよ。一度以上更新した後の契約期間の話なんですね。この二つではルールが異なります。当初の期間で契約更新されない場合は、無断再築をしたとしても買取請求できます。一方で、今回の問題のように更新後の期間内で契約更新されない場合っていうのは、無断再築だった場合、建物買取請求できないんですね。まあ、こういった違いがあります。まあ、今回は建物買取請求の質問はされていません。ただ、ここも合わせて覚えておきましょう。比較して、まとめて頭に入れることも理解学習の一つなんで、覚える勉強ではなくて、ちゃんと考え方を身につけていきましょう。そうすれば、記憶力が悪くても頭に定着していきます。まあ、今回のね、ちょっと解説では考え方まではお伝えをしていません。単なる、対比で、覚えてくださいねって話ですけれども、さらに考え方も頭に入れていくと、どんどん応用問題解けるようになってきますんで、まあ、できればそのような勉強をしていただければと思います。で、問い2ですね。保証協会の社員である宅建業者 A が、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、A は、社員の地位を失う。丸か×かという問題ですね。で、答えはこの2週間っていうのが誤りですね。正しくはこれ1ヶ月以内なんですよ。今回質問されているのは特別弁済業務保証金分担金なんですね。通常の保証金分担金じゃないんですよ。ここが、ポイントなんですね。特別って書いてあるかどうかで全然話が違ってくるんですね。通常の、保証金の分担金っていうのは、会社作りました。まあ、宅建業者立ち上げましたと。で、本店だけであれば60万円納付しますよね。支店もあればプラス30万円ですよ。その額なんですけども、この特別弁済業務保証金分担金は、それではないんですね。で、これ何かというと、保証協会が、還付などがあって、保証協会がお金をどんどん出さなければいけなくなったと言った時に、保証協会が貯めていたお金が、少なくなってしまう場合があるんですよね。1社や2社が、まあ、ちょっと悪いことをして、還付請求を受けたぐらいであればいいんですけども、ちょっと、たくさんの業者が悪いことをしちゃって、一時的に、お金がなくなってきたと。そういった時に、保証協会が社員に対して、ちょっと追加で、分担金納付してくださいっていうことができるんですね。これが特別弁済業務保証金分担金なんですよ。で、この特別弁済業務保証金分担金については、通帳を受けてから1ヶ月以内に保証協会に納付しないといけないんですね。なので、この点はちょっと別途頭に入れていただければと思います。では問い3です。高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度、準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度、これを定める地区を言う、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。高度利用地区っていうのは、高さの最高限度、または最低限度、こういったものは定めません。高度利用地区は、容積率の最高限度、または最低限度を定める地区です。ちなみに、高度利用地区っていうのは、現状道路整備等が進んでいなくて、また、用途地域の指定によって、高層の建物が建てられない区域だけれども、これから発展させていこうという場合に、高度利用地区を指定して、道路を整備し、巨大で高層なビル群を作って、街を活性化させていくための地区です。これぐらいのイメージくらい持っておいたら大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。試験まで残りわずかですけれども、
最後まで諦めずに頑張っていきましょう。レトスの小野でした。